山形県のほぼ中央に位置する月山は、標高は1984メートル、山容はたおやかで、日本百名山、花の百名山に指定されています。冬、月山には日本海からの季節風が吹きつけ、その強い湿った西風の影響で、北東斜面の山腹に20メートルを超える膨大な雪が降り積もります。月山は湯殿山、羽黒山とともに出羽三山の一つに数えられ、古くは山岳信仰、修験の山として栄えてきました。現在は豪雪を利用した夏スキー、雪がもたらす多様な高山植物、山腹を錦に変える紅葉を楽しむ多くのトレッカーが訪れます。西川町側の登山口である上沢は、県内を横断する山形自動車道月山インターチェンジから20分とアクセスに恵まれています。上沢にはフェアリフト下駅があり、大駐車場、総合案内板、ロッジ、公衆水洗トイレなども整備されています。それでは季節ごとに月山の魅力をご覧ください。冬季、山麓の森にも多くの雪が降り、スノーシュートレッキングに最適な雪原に変身します。西川町では町全体がスノーシューパークとして、町内各所でイベントが開催され、雪原を自由に歩くスノーシュートレッキングが盛んに行われ、初心者でも安全に歩けるように専門のガイドが案内してくれます。2月下旬、山麓の志津温泉では降り積もる雪を活用し、古の志津の旅籠の様子を雪で再現する雪旅籠の明かりが開催されます。雪旅籠の制作には多くの県内外の大学生や地元の NPO 有志が携わっています。日が落ちて旅籠に火が灯ると、揺らぐろうそくの明かりが辺りを包み込み、人々を幻想の世界へと誘います。Thank you.
山形県には北前船や最上川周遊を通して江戸や京から持ち込まれた王子の古代雛が多く保存されており、3月の雛祭りに合わせ雛の道のイベントが県内各地で開催され、多くの観光客でにぎわいます。雛祭りは日本古来の女の子のお祭り。西川町では料亭玉木が由緒ある雛人形を保存公開しています。3月、吹雪をついて沿道志津乳母沢線の除雪が始まります。除雪された雪の壁は高いところで10メートルにも及びます。除雪が終わると雪の壁に圧倒されながら縫うように歩く雪の回廊ウォークのイベントも行われます。月山スキー場は6キロに及ぶ県道を除雪し、駐車場を確保し、埋もれたリフトを掘り出し、ようやく開業。各地のスキー場が終了する4月初旬にオープンします。去年よりは2メーター多いというような、そういった記載ありまして、まさに今年は非常に雪の多い冬であります。本年はこのように12メートル現在あるリフト下でございます。したがって4月までは十分発送が可能じゃないかというふうに考えておりまして。せーの、よいしょよいしょ。月山スキー場は自然の地形がスロープ、雪の消える7月下旬まで楽しめます。月山がスキーヤーやボーダーでにぎわう5月下旬から6月初旬、山麓の森はまばゆいばかりのブナの新緑に包まれます。山麓のブナの原生林には山形県立自然博物園があり、園内には遊歩道が整備され、専門の知識を持つインタープリターが常駐しガイドしてくれます。残雪と萌木色のブナの新緑、森が最も美しく輝く季節、野鳥のさえずりであふれ
都会の喧騒を忘れさせる癒しの世界が広がります。スキーシーズンが終わるとガッサンはフラワートレッキングの季節到来です。6月下旬、リフトは登山用に掛け替わり、利用客にトレッカーの姿が多くなります。この時期、山腹の登山道にはまだ多くの雪渓が残ります。雪渓を越えて尾根に上がれば美しい高山植物に出会えます。豪雪はさまざまな高山植物を育み、月山の大きな魅力になっています。さらに雪渓を越えて山頂を目指せば、いろいろな高山植物が迎えてくれます。山頂台地には江戸時代に月山を訪れ、雲の峰、いくつ崩れて月の山と読んだ廃聖芭蕉の句碑が立ち、山頂には月山神社が鎮座し、今でも多くの参拝客が訪れます。黒百合は月山のシンボル。月山では山頂にのみ分布し、6月下旬から7月初旬に開花します。山頂からは360度視界が開け、素晴らしい眺望が広がります。月山の山開きは7月1日。いよいよ本格的な登山シーズンが始まります。8月、雪解けの遅い山腹にもようやく初夏の花が咲き始めます。一方、雪解けの早かった尾根沿いでは初秋の花が咲き始めます。雪渓が消えた後に次々と高山植物が開花してくる月山。長い期間、
花々を楽しめるのも大きな魅力です。蝦夷お山林道、この花が咲くと月山には秋の気配が漂い始めます。9月下旬、月山は山肌を錦に染める紅葉シーズンが始まります。秋の空気は澄み渡り、遠くの山々まで眺望が広がります。その絶景と紅葉を求めて多くのトレッカーが訪れます。月山は高山植物に変わり、美しい紅葉がトレッカーを迎え、錦の絨毯は山頂まで続きます。紅葉を楽しめるのは10月中旬まで。やがて標高の低い山麓の森へと移ろいます。10月下旬、紅葉は山麓の森を染め上げます。自然博物園の森や志津野営城の地蔵沼周辺は紅葉の絶景ポイント。ブナやカエデ、ナナカマドなどが鮮やかな色彩を競い合い、多くの写真愛好家が撮影に訪れます。11月、樹木が葉を落とし、ブナの木肌が銀色に輝き、最後に残ったカラマスが落葉すると、月山はやがて雪を迎え、長い冬の季節の始まりです。